宵闇の影。スパイがほうが気になって影どころではない。あんな美人なスパイが来たら俺だったらベラベラ情報を話しそうだな。これチャプター2ぼやけた事故、チャプターとかあるんじゃ。え、じゃあチャプター1でどんなタイトルだったんだろう。すごい気になってくるけど見ません。まあ入ろうか。鍵開けた件、ここに何かなかったらちょっと話が通じないぞ。おいおい、オフィス開発部、いろんな人の名刺が入っている。あ、この名刺は父さんのだ。月宮コーポレーション、代表取締役社長月宮、なんて読むんだこれ。ひとしって読むんかな。ひとし、この感じでひとし、なんか珍しいな。松本ひとしのひとしがちょっと主流かなと思ったけど珍しいな。父さんが会社を立ち上げ、ここまで大きくした。でも父さんとは喧嘩したきり口を聞いていない、もうずっと。お父さんはもう定年で退職したんかな。あ、今ちょっとドアパタってなんか鳴ったよね。おいおいおい、この棚勝手に閉まらなかったか。なこれなこれ、え、こういう選択式なんだ。オープン。何が、あー、コリミ動かしで出来上がって。お前、おいおいおい、どこ行った、どこ行ったお前。あー、え、イベント始まった。あ、なんだ、 PC が勝手に、え、何何、な、に、も、知らない、つ、きみやじゅん。何も知らない月宮純、僕が一体何を知らないと言うんだ。いや、多分さ、舞さんのことだろ。舞さんのことをスパイと分かっていないから、こういうさ、二人で行動してる、そういう状態。お、後ろ来た。え、何も知らない月宮純、君は一体どこ行くんや。襲いに来たとかそういうじゃないんか。何を伝えに来たかったんだお前は。おいおいおい、お前。隠し子、もしかして隠し子、お父さんのパソコントラブに関する本、どうでもいいや。書類だけだったんだ結局。中に何か、え、気配見張られて、え、あの黒影透明になってここでおる、まだ。え、何だ、何の因縁があるの、あの男の子。おわ、ちょっと動いた動いた動いた。おいおいおい、落ちたぞおい。何かをしたけど、神か。真実はあなたしか知らない、そしてあなたも知らない。どういうことだ、何この前後で矛盾した言葉は。あなたしか知らない、でもあなたも知らないって、忘れとるって意味なんかな。忘れとると言いたいのか、友達に。何か過去にあったってことか、主人公。それ確かにさ、この若そうな見た目で社長になれとる。お父さんもな、定年退職してなさそうみたいな感じなのに。わっ、今僕変なところ触っちゃったかな。機械音痴。社長意外と機械音痴だ。そりゃ秘書がいろんなことを何でも代わりにやってくれたから、命令するだけだから、お前若くして。もう何も分かってないんだお前。自分が下になって上司から命令されて働くという経験をしてないから、お前。なんもないな。なんもない。てか、パソコンの資料多いな、さっきから。え、この会社、そういうなんかシステムエンジニア的なやつな、仕事なんかな。そういう会社なんかな。それともニューゲームなんかな、ゲーム作りよんかな。8月か。景気悪いな、言うんだよな。20年もついとんか。お父さん結構長いこと頑張ったのにさ、社長がこんな若社長になってさ、何も知らない若社長。印刷機すらも、あれ、ピー、何か押しちゃったかなみたいな。わー、出てきた瞬間。あそこは部長室。一体どうなっているんだ。エレベーターが止まってしまったり、鍵がない部屋のドアが開かなかったり。舞ちゃんは無事だろうか。部長室、え、あの影の男の子、部長の隠し子か。開かない、開かないのかよ、くそ。
隠し子か、部長隠し子いるのか、奥さんが知ったらどんな顔をするだろうか。後日を奥さんに伝えるぞって脅して、ただ働きさせてやろうか、部長のこと。舞ちゃんもどうなった、あ、ザッピングできるのか。そうかそうか、何かありそうだけどね。僕はこんな顔してたか、使えてるせいかな。今な、おお、水出た、出しただけかい。なぜ出した、今。いきなり出されたら困るんだよ。結構ホラーな雰囲気出てますからな。おーっと、来た、押しただけ、押しただけかい。結構作り込まれとんな。きっと情報がなんもないぞ。女子トイレ、舞ちゃんがいてくれたら中身を見てきてもらえるが。いや、いいだろう、誰も、どうせ誰も中におらんのやけん、いいだろう、お前。とにかく舞ちゃんと合流し、開いてる開いてる。嘘だろ。あれ開いてる。じゃあ舞ちゃんはおらへん、どこ行った、あいつ。もしか、この部屋から秘密情報を引っ張り出して逃げたな、あいつ、スパイめ、クソ。舞ちゃん、あれいない、どこ行った、コーヒー。はあはあはあ、なんだ、わーっと、なんか落ちました。なんだこれ、光ってる、絶対重要アイテムな、これ。あ、鍵かけとくところか、これ。部長室、え、男の日、男の子入っていったところだよ。おいおいおい、あからさまにここに入れっていう感じ。配電盤から落ちたみたいだ。ん、これは来たー、いけるぞ、部長室来たぞ。おいおいおい、あからさまに行けっていう感じの流れになってしまってるよ。部長の隠し子を探しに、これで入れるな。よっしゃー、誰誰だって言え、こっちのセリフじゃ。何この人。赤城やん、こんな人、赤城やん、これ。なんなん、闇に舞い降りた天才か、おい。絵変わったね、いきなりちょっと絵のタッチ変わったね、おいおい。なんか若干ギャグ漫画っぽいようなさ感じだったね。どうした。お前、お前、閉鎖時間はとっくに過ぎてるのに、なんでいる。ちょっと、居眠りしてしまって。て、レン、お前、レンか、知り合いか、会社の人間かな。うん、お前誰だ、薄暗くてちゃんと顔が。僕だよ、ジュンだ、月宮ジュン。よかった、エレベーターが誤作動を起こして、この階に閉じ込められたんだ。でも親友のお前がいてくれて少し安心したよ。親友なんだよな、天地蓮。僕の幼馴染であり親友。口調はきつめだが頼りになるやつだ。現在は3階フロアの部長をしている。あ、部長なんやな、この人が。あ、この人が部長なんじゃ。わ、部長もわからない。幼馴染ってことは社長と一緒って考えたら、まあ20代後半30代入ってすぐとかアラサーって感じなんやな。若っ、社長と部長若っ、この会社。絶対社長の独断で決めたよね、部長。ジュン、お前ここで何をしている。何って、非常階段のドアも開かないし、エレベーターも動かない。さっきもいたけど閉じ込められているんだ。それにレイも知ってるとは思うけど、小さいこのレイ。ああ、俺はその件で残っているんだ。え、やっぱり本当にあなたの隠し子か。そうか、レンは昔から霊感あったもんな。さらっとすごい情報ぶっこんできたね。おいおい、霊感あるのか、おいおいおい。除霊とかするのか。ただ見えて聞こえるだけだ。仮に除霊ができたとしても俺はやらない。じゃあ何のために。さあな、ここで会えたんだし、お前を助けるためなんじゃないか。
そうか、本当にレンには助けられっぱなしだ。まだ何も助けてない。まずは止まったエレベーターを見に行くぞ。了解。めっちゃ頼もしいな。多分この部長さんがおるけん社長のジュン君が助かっとるような。若くして何とか社長としてやっていきよう感じなんだろうな。頑張れ部長。やっぱりダメか。やっぱりっていうのはどういうことだ。いや、さっきまで開かなかったからさ、レンが一緒なら開くかなと思ったんだけどそんなファンタジーの世界みたいなことがあるか。なんで俺がいたら開くんだよ。霊感があるから。関係ないだろそれはあ、ちょっとロマン思考やな。主人公ロマン思考だなそれより俺はマイちゃんのことが気になってし、お、おい、エレベーターを確認しに行くんだろ。あ、そんなこと言おったっけ。ごめん、ちょっと非常階段のことしか聞いてなかったわ、ごめんなあれ、エレベーターの扉開いてるな。もう動くんじゃないか。マジか。あ、動かないねこれダメだ、ボタンを押しても反応がないぞ。なのに開いている。え、もしかしてレン、お前力ずくでこじ開けたとかないよねだとしたらレン君めっちゃマッチョやな。おいおい、ドアの開閉すら反応ないか。ジュン、ボタンの下の方をスライドさせてみろ。そこのパネルを操作すれば浮かせるかもしれない。線がごちゃごちゃだ。あとはアルファベットのボタンが見えるけど、操作がわからないとダメだな。以前エレベーターで誤操作を起こすときにこのパネルで操作したって聞いたんだが。ほ、どんな感じ。え、それどんな感じ。謎解き。謎解きだねこれ。え、なんこれ。AJFM って偏りすぎだろお前FM とかさ AM とかラジオじゃないんだからお前なんだろうね。邪魔邪魔。何をやってるんだろう。ダメか、偏りすぎてるなこれ10、いつエレベーターを動き出すかわからない。降りない方がいい。はーい。あ、カレンダー。あ、待てよ、このカレンダー今は8月なのに、なんで6月しかまでしかないんだ。来た、待てよって言うたけどさ、やっぱりそういうことか。今さあれじゃな、AJFM って何かなって思ったけどさ、これ1月から6月の英語で書いた時の頭文字じゃ。つまり1月から6月まで順番通り並べだろってことやな。まず1月がジャニアリーで J だろ、2月フェブラリーで F、 3月がマーチで M、 4月がエイプリル、何やったっけ、5月メイか、メイで6月がジュンじゃ。これじゃ、来た、やったぜ。なるほど。おお、動いた動いた。危ない、扉に近づくな。来たわ。え、上に向かってない。ねえ、俺下に降りたいのに上に向かってない。止まったな。降りてみるか。出たいけん、どっちかというと下に行きたかったのに上に来ちゃったオープンフォアだ。一回上に上がってしまった。ここは4階だな。1階から遠ざかったのか。僕たち会社から出会えるのかな。あれ、ちょっと待って、今思ったけどさ、な、あれ、ここにおる3人ともさ携帯電話使った描写なんやけどさ、え、こういう状態ってさ、そうだ、携帯電話県外かーって殴りか定番なのに1回も携帯見てないなお前ら。え、ね、なんで今思ったけど、なんでいや、一回ぐらい携帯見ようぜ。もしかしたら喧嘩じゃないかもしれんよ。おい、レン、どこ行くんだ。3階の非常階段の扉は閉まっていた。でも、けど、4階の扉も閉まっているのは限らない。確かに、
僕も行くよ。いや、そういう発想に行き着くんだったら、そうだ、携帯はっていう流れもやってほしいんやけどね。もしかしたら県外じゃないかもしれないな、そっちこそ。開いとんじゃ。え、もう非常階段開いて、下まで行けてしまうんちゃうもん。よかった。これで帰れるな。一階も開いていれば、な。少なくとも3階はダメだったわけだろ。とりあえず1階に行ってみよう。非常階段に鍵なんかあるか普通。まあ、霊的な力で抑えられとうけん、そういうことなん、あかんかったんかい。ガチャ、あ、開かないっていう描写なしかい。くそ、あかんか。で、4階まで戻ってきてしまった感じになってるし。あと2回もチェックしとけ。一応2回もチェックしておけ、お前。一回開いてなかったな。一体どうすれば。一階から3階はダメだったが、ここと5階は開いていたな。あ、ちゃんとチェックしてんのか。そっか、ごめんな。チェックしとんだったらそう言ってくれればよかったのに、ごめんな。5階は僕が帰ろうとするときには誰もいなさそうだったぞ。そのときは5階も閉まっていたはずなんだけど。俺は最初から人なんて探していない。こんなことになっているとは、おそらく。あの、子供の幽霊か。だろうな。あるいは。え？とりあえず、行けるのは4階と5階。何か手がかりになりそうなものを探すか。お前は4階を、俺は5階を調べよう。一緒じゃないのか？怪しい。別れたら怪しいぞ、お前。純、鏡ぐらい見たことあるだろう。いい大人が怯えてどうする。二手に分かれた方が効率もいい。あ、ごめんなさい。確かにそうですね。ごめんなさい。すいませんね。なんか子供っぽいような感じで。ごめんなさいね。そうだな。何か分かったら4階の子で落ち合おう。分かった。レン、気をつけろよ。何か手に入ったらここに戻ってこいってことやな。レンと別行動になりました。あ、ここに戻ってこいつかさ、俺ここの担当じゃ。この回担当俺か、そう考えたら。それより舞ちゃん出てきてこれんかな。舞ちゃん大丈夫かな。敵のスパイとはいえ、あんな美人置いてここに来てしまったことにちょっと罪悪感を感じるな。大丈夫かな、舞ちゃんは。大丈夫かな。お、ん、誰か歩いてくるぞ。え、4人目の人物。4人目だー。誰だお前、秘書っぽいな。なんか秘書っぽいな。わー、あと胸大きいな。胸大きいし、釣りをその上に手を置くっていう、完全に自分のスタイルアピールしてるな、これ。わー、エロい目で見てるな、これ。あー。あれ？あなたは？君は？いやいや、社員じゃないの。見た感じ、OL っぽい感じだけど、社員じゃないの。あ、女の人も、あなたはみたいな社長の顔ぐらい覚えとけよな、OL だったら。あ、ごめんなさい。私は秘書の七星かな。人と会う約束をしていたんだけど、来なくて。ずっと待っていたら誰もいなくなっちゃった。いや、秘書だったら覚えとけよ、社長の顔ぐらい。え、なんなの。え、ちょっと、純くん、結構お前、あれなんじゃないの。人望ないんじゃないの。秘書だったら社長の顔ぐらい覚えとるだろう。七星かな。凛として綺麗な女性だ。秘書と言ってるが、僕は見たことがないな。あ、秘書にもいろんなのがあるんかな。社長のお世話をしない別の仕事をする専門の秘書みたいな。わからんな。人物紹介。七星、ごめん、かなだったっけ。ごめん、一瞬にして忘れた。ごめんなさいね。かなだったわ、よかった。あ、僕は月見じゃ。じゅん、ジュン。ん？もう閉鎖時間過ぎちゃってるし、今はちょっとややこしいことになってるんだ。ややこしいこと？うん、実は。そんなことに。じゃあ今は閉じ込められてる状態なのね。唯一4階と5階が空いていたから、僕の友人が5階を調べているよ。じゃあ私を含めて3人がこの会社に。あ、3階で女性社員の人と会ったよ。途中ではぐれちゃったけど。いや、社員かな、あれ。本当に社員かな。スパイな気がするけどね。もういいや。
ジュン君があんまり他の社員に名前と顔を覚えられてないっていうことを考えたら本当に社員なような気がしてもしょうがない。うん。あの、私もついて行ってもいい？もちろん、むしろ一緒にいた方がいいと思うし。あ、来た！いたのがおった。隠し子。今のが？行こう。隠し子。女の人と二人でおったってことは、みんなにバラすな、お前、隠し子。コロナか？依然としてマイさんおらん。あれ？あ、はい、よかったよかった。こっち？ではない。研修室か。ここで新入社員の研修を行います、みたいな。鍵。あ、ザッピングあるで。レンか。レンのザッピングか。おお、来た。久しぶりのザンピングだ。おいおい、社長室のある階やなこれ。けど調べたよな。タバコ吸ってんじゃないよお前。何お前一服してんだお前は。何一服したんじゃお前は。いきなり一服し始めるなお前。お、レン、え、名前呼ばれたぞ。霊感あるってことは、ちゃんとして見え、ちゃんと見えるんか、もしかして。どっかにおるな？いない。どっかにおるよな。多分な。お、来た！来たぞ。また前みたいに遊ぼうよ。なんで今に言うなって、俺の前に現れた。今日が、約束の日だからか。過去の因縁の人物？待ってくれ。くそ。隠し子、何年か前に死んだのか？おいおい、レン君。隠し子亡くなってこんな感じで幽霊出てきたとかそういう話じゃないのか？おい。レン君、君も、女子トイレに入ろうとしたら、ゲームだからって入るのよしたまえみたいな顔で見てくれ、お前もか。いいだろう、ゲームなんやけん。女子トイレ入ったら、有益に情報入ってるかもしれんだろ。ああ。他になんかないかな。わあ！え？防犯カメラ！しかも、カフカイ！パスワードか、6桁。ほー、いいもの見つけた。いいもの見つけましたな、これ。これでさ、入らんでも、情報は、見えるような、そんな感じじゃ。誰かおるとか、何かあるみたいな情報は見えるような感じなんじゃ。やったぜ。進んだぜ。社長室だ。おい、社長室おるやないか、おいおいおい。遅いよ、レーン。お前は一体どうしたいんだ。まず誰なんだろう。分かっとるようなくすぶりになっとるけど誰なんだろう。そうか。よっしゃ、じゃあ今回はこの辺で終わりとさせていただくけど。はあ。よっしゃ、セーブ終わり。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。なんか、あるんだろうな。この、ジュン君とレン君とさらにもう一人男の子が出てきとるってこと、過去になんか因縁があるんだろうな。なんなんだろう。じゃあね。突然ですけど、キャラ崩壊しまーす。ララ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 ポン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 ララ。カナさんの登場により社長の威厳ないんじゃないか説が浮上したジュン君。秘書に名前を覚えられてないのは相当やぞ。それにしてもこのゲームに登場する女性キャラはみんなおっぱいが優秀ですね。どうしてもおっぱいに目がいってしまう。